河津七々ル,ループ橋は、静岡県鴨茂郡河津町内、国道414号にある720ドループの橋である。正式名称は、七滝高架橋。全長1064メートル、高低差45メートル、直径80メートルの二重ループ橋である。橋梁の設計は、日本構造橋梁研究所によるもので、6基の橋脚により、ループ橋を支えている。 ループ橋部分は三景間連続曲線は焦げた四連で構成されている。下田市、川津駅方面からは半時計回りの上り坂、伊豆市、天城トンネル方面からは時計回りの下り坂で720度に回転ループする。片側一車線の対面通行であるが、この橋を通行する車の危険防止のために、制限速度は時速40キロメートルに、 制限されており、追い越し禁止である。自動車やオートバイのほか自転車も通行することができる。ループ橋の位置は、静岡県伊豆半島南部に位置する鴨郡川津町の国道414号に設けられており、新東名高速道路の長泉、沼津インターチェンジからは、伊豆中間自動車道、伊豆中央道、修前寺道路、国道三十六号、 国道414号と経由して約5 3トルのところにある。なお、ループ中央部のスペースは、町営駐車場として利用されている。かつては山に沿って国道がつづら折れになっていたが、1978年の伊豆大島近海の地震の影響で崩落し山腹の道路が寸断した。その後、通行の利便性と、 高低差を解消し、地震による土砂崩れの教訓を生かした工法を採用し、1981年にこのループ橋が生まれた。同年土木学会田中賞を受賞。もともとは、静岡県道13号主前寺下田線であったが、1982年4月に国道414号に昇格。ありがとうございます。